こんにちは。前回の動画で僕は大学から英語をまともに勉強し始めたと言いましたが、英語が全くできないくせに英語なんかを専攻しちゃったので、もう大変でした。入学式でいきなり先輩の歓迎スピーチが全部英語だったので、言ってるかさっぱりだし、日本語で OK って感じですよ。もう大学間違えた後、大学が頭をよぎりましたね。で、入学式のその後にあったフレッシュマンズキャンプっていう親睦会的なキャンプがあったんですけど、一緒に行動を共にした同期生がみんな帰国子女とかハーフばかりで、で、おまけに引率の担当の先生も外国人ばかりで、で、みんな英語で和気あいあいと話してるわけですよ。もう何を聞かれても、おー、イエーとか適当にごまかしてましたね。で、キャンプから帰ってきてからすぐに授業が始まったんですけど、もうね、ひどかったです。特に会話の授業ですね。必死でしたよ。英会話スクールなんかもそうなんですけど、会話の授業はですね、先生のお話を聞いてお勉強するところではありません。英語を使うところです。でも僕は全然英語を使えませんでした。で、僕の会話の授業ではですね、ディベートがありまして、先生が毎回トピックを決めて、で、生徒がそのじゃんけんで賛成反対派に分かれて、で、相手を言い負かすっていう練習をしてたんですね。で、僕が最初にやったトピックのうちの一つに、原爆の賛否を議論するものがありました。で、パートナーは毎回ランダムで決まって、で、じゃんけんで僕が原爆に反対、で、僕のパートナーは原爆に賛成になりました。で、本当たまたまだったんですけど、この時僕のパートナーはアメリカの帰国子女だったんですね。もう日本を代表してこのアメリカ株に一言言ってやろうと意気込んで臨んで、無条件降伏でした。もうボロ負けでしたよ。惨敗です。彼女の言ってることもなんとかわかりましたし、言いたいこともあったんですけど、それを英語で言えなかったんですね。本当悔しかったですね。クラスメートに囲まれながら無言で全く反論できずに終わりました。それで、その日僕は図書館にこもって計画を立てました。目標は3ヶ月で帰国子女の彼女を言い負かすことです。で、3ヶ月にした理由は、単純に授業のその長さの期間の関係上、後期で彼女と授業がバラバラになってしまう可能性があったからです。とにかくタイムリミットは3ヶ月です。で、計画を立てる前にですね、まず現状確認をしました。僕が負けた敗因ですね。一番の敗因は、圧倒的なスピーキングの練習不足でした。言いたいことはあったんですけど、これを英語で言おうとすると、途端に小学生でも言えるような受け答えができない自分がそこにいたんですね。で、まずは、中学高校で習った知識が、知識の段階で止まっていたので、こいつを押し上げて使える道具になるような計画を考えました。で、ちなみにこの時本当に偶然だったんですけど、向かいの席に、英字新聞を片手に、その見覚えのある人が、相席の同意を求めてきまして、で、尋ねてみたら、なんと通訳コンテストで優勝をした大先輩だったんですね。で、その先輩をちょっと話をいろいろしてみたらですね、先輩も大学に入ったばかりの頃は全然英語がダメだったらしく、高校ではなんと理系だったらしく、英語なんて全く全然できなかったそうなんですが、まあ、そんなこともあって僕に親近感を抱いてくださって、で、いろいろとアドバイスもしてもらいながら一緒に計画を立てました。で、僕が実践した計画は次の通りです。まず、基礎的な文法を使った英文と、それに対応する日本語文を用意します。で、この英文なんですけど、非常にシンプルで簡単なものにしてください。受験勉強のためだけにやったような、複雑で難解な英文は一切使わないことが重要です。例えば、これはペンです。こんな文でいいです。で、あとは、この最初の文で使った文法を抑えながら、似たような文をいくつか用意します。例えば、こんな感じです。これはペンです。それは私のペンじゃない。それは彼のペンだ。文だけを見てると非常に簡単なので、この作業にあまり意味がないように思えるかもしれませんが、じゃあ英語で話してくださいって言われると、途端にこのレベルの文が言えなくなる人は少なくないです。頭ではもう完全に分かりきっていることなんですが、この知識を使って実際に文章を組み立てて言ったことがないと、使ったことがないと、やっぱりすぐ出てこないんですね。なので、この作業を通して日本語文を見るだけで、こうすぐに対応する英文をすぐに言えるように、テンポよく言えるようにするっていう練習をします。ただ、丸暗記とは違います。暗唱テストではないので、日本語文を見て、対応する英文がすぐに思い浮かばなければ、もうすぐに英文を見てもいいです。というか、むしろ見てください。
見て、この文の文法なり構造をしっかりと咀嚼して、で、あとは発音に気をつけて音読をします。で、この練習で使う文は非常にシンプルなものばかりなので、ちょっとやれば、意外とすぐ慣れてきます。で、慣れてきたら、一文にある単語の数を増やしていきます。で、例えば先ほどの、これはペンです。であれば、例えばこんな感じです。これは友達がくれたペンです。This is the pen that my friend gave me. This is the pen that my friend gave me. これは友達が去年、誕生日にくれたペンです。This is the pen that my friend gave me for my birthday last year. This is the pen that my friend gave me for my birthday last year. で、この練習、日本語を見て英文を言えるようにするっていう、まあ、脳内英作文ですね。をやれば、ちゃんと知識を道具に昇華することができると思います。で、この練習をするにあたってですね、いくつかコツがあるので紹介したいと思います。まず一つ目なんですが、文法の参考書です。僕が押さえたい文法の例文を作るときは、先ほどの水泳コンテストで優勝した先輩がお勧めしてくれたこちらの文法書を使いました。こちらはケンブリッジ大学出版のグラマーインユースというものなんですけど、僕が知ってる参考書で一番使えます。で、その理由を簡単に言うと、これ全部英語で書いてあって、英文法を英語で学べます。で、全部英語って聞くと、うへーってなると思うんですけど、まあ、てか僕が先輩に教えてもらった時は、うへーどころか、うぼげーってなったんですけど、使ってみるとですね、ハマりました。青点取るほど英語が嫌いだった僕が、英語の文法書にハマるっていうこと自体がですね、もう驚天動地ですよ。中学校で習ったことをすごくわかりやすい英語で説明していて、あ、ネイティブってこうやって理解してるんだっていう、新鮮な発見があります。で、これは海外留学で行く語学学校でも使われているそうですが、まあ、それも納得の了承です。見開き左ページが説明で、右ページがエクササイズになっています。で、僕は例文を作るときは、もうこの本のエクササイズからそのまんま引用していました。で、二つ目は、英語圏の話し相手を見つけることです。やっぱり友達がいるとですね、非常にモチベーション維持にもつながりますし、あと、すごくはかどります。で、前回の動画では、iTalkie というサイトを紹介したんですが、もう一つ、すごく手軽で便利な、HelloTalk というアプリがあります。こちらスマートフォン用のアプリで、言語パートナーとチャットや電話がいつでもどこでも無料で使えます。で、また相手の学習している言語も確認できますので、日本語を学習中の友達を見つけられますし、お互いに教え合うことができるのが魅力です。で、僕が注目したのはですね、こちらのボイスメッセージ機能というものです。海外ユーザーと電話で電話したくても、ちょっとハードル高いなって思う人にはですね、ちょうどいい機能だと思います。落ち着いて自分のペースでゆっくりと英語を話せるので、英作文の練習に持ってこいだと思います。あと自分の声を録音した英語を聞けるので、発音の練習にも重宝します。英語学習関連のアプリっていうのは本当にもうたくさん溢れてるんですけど、モチベーション維持にもつながるっていう意味ではですね、本当に非常に優れたいいアプリだと思います。で、三つ目は、自分の英語を録音して聞いてみることです。僕はリサイクルショップで300円で、ボイスレコーダーを買って使ってたんですけど、最近なんかもスマホなんかに普通に入ってますし、ぜひ使ってみてください。イントネーションだとか癖だとかアクセントだとか、いろいろと発見があると思うので、発音の、向上させるにはボイスレコーダーが持ってこいなんで、おすすめです。で、最後のコツは、このシリーズのタイトルにもなってるんですが、独り言です。で、先輩もアドバイスをしてくれた時に、こちらの独り言を勧めていました。で、この独り言っていうのは先ほどの脳内英作文とすごく似てるんですけど、難しい文とか文法とか押さえるとか、まあそういうことを意識しないでですね、普段僕らが何気なく日本語で言うようなことを英語で言ってみるわけです。で、例えば、今夜は牛肉を食べたいなとか、明日は雨だなとか、もう本当にそういった些細なことでいいです。で、これやってると、そのうち、これなんて英語で言うんだろうっていうようなものが出てきます。で、そういうのを、例えば先ほどのハロートークじゃないですけど、友達なんかに聞いてみて、で、フレーズ集っていうのをこう作ってみると非常に役立ちますし、先ほどの脳内英作文っていうのと合わせてやっていくので、独り言で言える文章の長さもどんどん長くなっていってスムーズになっていきます。なんでこれを合わせてやると非常に効果的です。で、まあ結局僕はこれはペンです。から始めまして、で、一月目で、まあ、簡単な文であれば、まあ、作文して、それを口に出して言うことができるようになりました。二月目くらいで8単語以上の文も、まあ、それなりに言えるようになりました。
で3ヶ月ぐらい目で、もう8単語以上の文でも、まあ、それなりにスラスラと言えるようにはなりました。日常会話であれば、まあ、それなりに意見のやり取りもできるようにはなっていました。高価な教材も、英会話スクールも、留学もしたことはありません。青天取ってるようなおバカさんでも、やり方をちゃんとしっかりして、で、計画を立ててやればですね、短期間でそれなりに話せるようにはなります。で、僕のこの下克上計画はですね、2ヶ月後の3回目の議論で、見事に成功しまして、彼女を言い負かすことができました。その後2回ぐらいして、でまあ、両方とも負けたんですけど、まあ、最初とは違って無言で何も言えずに終わるってことはなく、意見の交換をしながら、議論になりました。まあ、そんなわけで、スピーキングを上達させてみたいっていう人は、まあ、参考にしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。こんにちは。さて、前回の動画で英語を学ぶ目的を意識するのとそうでないのでは大きな差が出ると言いました。学習者にとっては動機